アボッツフォードはカナダのブリティッシュコロンビア州南西部にある都市であり、メトロバンクーバーと接している。アボッツフォード国際空港があり、バンクーバー国際空港の代替空港として機能している。土地の最初の開発はゴールドラッシュの時期にあたる1858年にイギリス軍によってフレーザー側流域の測量が行われたことに始まる。1860年代後半、 入植者は、タバコ、牛乳、バターなどの乳製品を生産していた。1891年、カナダ太平洋鉄道が建設され、ミッションからスマスまでが鉄道で結ばれた。1910年には、BG エレクトリック鉄道が開通した。アメリカの国境としており、都市から南東1 0 0キロメートル未満のところにベーカー、山がある。都市、の人口はおよそ12万4千人で、 州内第5位、国内37位の人口規模を持つ。都市圏人口はおよそ15万9000人で、都市圏人口では国内23位。アボッツフォードはトロント、バンクーバーに次いで、カナダ国内では3番目に民族構成が多様な都市である。少数民族では、南アジア系が全人口の14.9%と最も多く、 ヨーロッパ系は79.6%、先住民族は2.2%となっている。また、人口の23.8%が国外を出生地としている。英語を第一言語とする人々は71.2%で、次いで話されている言葉はパンジャーブ語である。宗教では、キリスト教が61.4%と最も多く、その多くが、 プロテスタントや最先例派である。2番目に多いのが、宿教の13.4%で、カナダ国内で最初に建てられた宿教寺院がある。議会は、シティマネージャー制を採用しており、現在の議会は2005年11月19日の選挙で選ばれたメンバーである。現職市長は、ジョージ・ピアリー。2006コミュニティプロファイルズ、コミュニティハイライツ4アボツフォード。 2008年6月4日閲覧。らん。2006コミュニティープロファイルズコミュニティハイライツ4アボツフォード。2008年6月4日閲覧。らん。2001コミュニティープロファイルズコミュニティハイライツ4アボツフォード。2008年6月4日閲覧。ありがとうございます。